3億円事件。昭和43年12月10日午前9時15分、日本信託銀行国分寺支店を1台の現金輸送車が出発。東京芝浦電気府中工場のボーナスを積み込んでいた、通称学園通りと呼ばれる通りを通過しようとした時、突然現れた白バイから停車の指示を受ける。停車した輸送車に近づいてきた白バイ警官。巣鴨支店長宅が爆破された。この車にもダイナマイトが仕掛けられている。慌ててダイナマイトを探し始める行員たち。輸送車の下に潜り込んだ警官が突然叫ぶ。ダイナマイトだ、逃げろ。車の下から吹き出す白煙。逃げ出した行員たちをよそに、警官は運転席に乗り込む。輸送車、発進。少し先の十字路を赤信号無視で右折し、大型ダンプにぶつかりそうになりながら逃げ去っていった。ダイナマイトだと思われた物体はただの発煙筒。現場に残された白バイも、普通のバイクを改造したものだった。奪われた現金は約3億円。500円札、2000枚の番号は控えられていたが、現在に至るまで使用されていない。3億円別件逮捕事件。3億円事件発生の1年後、昭和44年12月12日付の毎日新聞朝刊にて、元運転手 A 氏が被疑者として捜査を受けていることが大々的に報じられた。明確な証拠がなかったため、捜査は極秘裏に進められていたが、 A の逃亡を恐れた警察はその日のうちに彼を確保。すでに解決済みであった過去の揉め事を事件化させ、 A 氏への別件逮捕を行って3億円事件の追及を行った。翌13日朝、新聞各社は A 氏の逮捕を実名で報道。取り調べは続けられたが、この日の夕方、事件発生当日の彼のアリバイが立証され釈放となった。釈放後の記者会見で A 氏は、この2日間は苦しかったが、いい経験であり、失ったものより得たものの方が多かったと思っています、と語り、警察やマスコミに対する恨みを述べることは一切なかった。 A 氏への疑いは晴れたが、実名報道の影響は大きかった。彼は後に職を失い、一家離散にまで追い込まれ、2008年9月、自殺し、この世を去った。長岡京わらび取り殺人事件。昭和54年5月23日、京都府長岡京市の主婦 A と M が行方不明となる。彼女たちはわらび取りのために付近の山へと入り、消息を絶った。2日後、山頂付近で2人の遺体が発見される。2人とも、全身に多くの外傷が残っていた。主婦 A は首を絞められたことによる窒息死。主婦 M は刺し殺されており、体に包丁が刺さったままだった。主婦 A のポケットに入っていたレシートには、鉛筆で走り書きがされていた。追われている、助けてください、この男の人、悪い人。犯行現場は昼間でも薄暗い場所が多く、過去には強姦事件が起きていた。また、事件発生の前年には、現場近くで不審な人物が目撃されている。雑木林でわらび取りをしていた女性に声をかけた男がいたのだ。奥さん、わらび、取れますか？その男の手には包丁が握られていた。女性は近くにいた夫のもとに逃げ、事なきを得たという。長岡京わらび取り殺人事件は未解決のまま、平成6年、公訴時効が成立した。長岡京主婦放火殺人事件。昭和59年5月15日、京都府長岡京市内の民家から火の手が上がった。火はすぐに消し止められたが、出火元の居間から、この家に住む主婦 K さんの焼死体が発見される。遺体は全身を滅多刺しにされ、布団にくるまれていた。犯人がこの布団に火をつけ、家全体に燃え広がったようだ。事件後、この事件の犯人が5年前に起きた長岡京わらび取り殺人事件と同一犯ではないかという噂が流れ始める。5年前、 K は殺害された2人の主婦と共にわらび取りに出かけたが、殺人事件が起こる直前に1人で下山したため無事だった。このことを知った犯人が殺し損ねた K の身元を何らかの方法で見つけ出し、殺害に至ったのではないか、そんな噂がまことしやかにささやかれるようになった。この件に関して警察からの正式なアナウンスは一切行われていない。長岡京主婦放火殺人事件も、わらび取り殺人事件と同じく、未解決のままとなっている。ブラックダリア事件。1947年1月15日朝、ロサンゼルスのとある空き地で、女性の遺体が発見される。遺体は腰のあたりで真っ二つに切断されていた。遺体は血液がすべて抜かれ、体には複数箇所の刺し傷が残っていた。その顔は左右の口角から耳までが切り裂かれ、不気味な笑みを浮かべているかのように見えたという。その後、遺体は現場付近に住んでいた女優志望のウェイトレス、エリザベス・ショートのものと判明する。彼女のニックネームがブラックダリアだったことから、この事件はブラックダリア事件と呼ばれ、その凄惨さから世間の注目を浴びることとなる。検視の結果、遺体の切断は死後に行われたことが分かった。強姦の可能性も考えられたが、その痕跡は見つからなかったという。事件は今も未解決のまま。ブラックダリア事件は数多くのフィクション作品の原案として扱われている。岩手17歳女性殺害事件。2008年7月1日、岩手県の河川で17歳の女性の遺体が発見された。
遺体は付近に住む S さんのものと判明。警察は通話記録から彼女の知人 O を容疑者と断定した。2日後の7月3日、同じく岩手県内の小野巣断崖にて O の所持品が発見される。この前日、 O は知人に対して自殺をほのめかす内容の電話をしていたが、警察はこれを偽装自殺と判断した。 O は今も発見されていないが、この事件何か裏があるのではないかと言われ続けている。殺害された S は O の交際相手の友人であった。そしてこの交際相手、実は S と同姓同名の人物であったのだ。以下、殺害された女性を SA、O の交際相手を SB とする。 O は過去のトラブルから暴力団関係者に120万円の支払いを要求されていた。脅された O は交際中の SB を保証人にして支払いに応じるが、そのまま逃げ出してしまう。これに怒った暴力団関係者が保証人の SB と間違えて SA を殺害したのではないかと噂されている。氷事件。1987年、中国陝西省の蕭山村。この山間部の村で暮らしていた1000人ほどの住民が一晩の間に一人残らず姿を消した。村人だけでなく、犬や猫、家畜などの動物もいなくなっていたという。現在も原因不明とされているため、宇宙人による集団拉致説など様々な噂がささやかれた。そんな中、当時蕭山村付近に住んでいた人物は、軍隊がやってきて村人を連れて行ったと証言した。この証言により、中国共産党の指示を受けた人民解放軍が村人たちを強制移住させたという説が有力視されるようになった。付近の各関連施設から人々を遠ざけるため、または風水上この場所に人間や動物が存在すると国家運営に影響が出るためといった理由が推測されている。この強制移住が氷作戦と呼ばれていたと噂されたことから、この事件は氷事件と呼ばれるようになった。ジョシュア・マドックス失踪事件。2008年5月8日、コロラド州ウッドランドパークで暮らす18歳の少年ジョシュア・マドックスが姿を消す。彼は妹に、散歩に行ってくると伝えて外出し、そのまま消息を絶った。家族はすぐに警察に通報、捜索が行われたが、彼の足取りは一切つかめなかった。2015年8月6日、この日廃墟となっていた山小屋の解体が行われていたのだが、小屋の煙突を破壊した時、中から白骨死体が出てきた。警察の捜査によって、死体は7年前に失踪したジョシュアのものと判明した。彼の遺体は頭が下になった状態で見つかった。また小屋の中には彼の衣服が残されていたことから、一度小屋に入ってからなぜか外に出て煙突内に侵入したと考えられた。遺体の状態は明らかに不自然であったが、警察は偶然の事故死として捜査を打ち切ったという。ケネディ大統領暗殺事件。1963年11月22日12時30分頃、テキサス州ダラスをパレード中だったジョン・F・ケネディ大統領が銃撃を受ける。12時50分、搬送先の病院でケネディの死亡が確認された。銃撃後すぐに、ダラス市警と FBI は現場近くのビルの6階でライフル銃と空の薬莢3発を発見する。警察は当時このビルで勤務していたリーハー・ベイ・オズワルドを容疑者と断定。近くの映画館で彼の身柄を確保した。2日後の11月24日、オズワルドは軍拘置所への移送の途中でジャック・ルビーという男によって射殺される。ルビーはその場で逮捕され、裁判で死刑判決を受けるが、その後精神に異常をきたし、癌細胞を注射されたワシントンの刑務所に移送してくれたら本当のことを全て話すなどと不可解な言動を繰り返した。事件から4年後の1967年、ルビーは死刑執行を待たずして獄中で死亡した。死因は肺がんだったという。兜山事件。昭和49年3月19日、兵庫県西宮市の知的障害者施設、兜山園の浄化槽で、園児 A と B の溺死体が発見される。1ヶ月後の4月7日、兜山園で保母として働いていた Y が逮捕されるが、証拠不十分で不起訴となり、すぐに釈放される。Y は一時的に容疑を認めていたが、これは強引な取り調べによるものであった。その後、園児による新たな証言をもとに、昭和53年、警察は Y を再逮捕する。事件から6年後の昭和55年、今度は別の園児によって新たな証言がもたらされる。みんなで遊んでいた時、マンホールの蓋を開けたら A が中に落ちた。私たちはそのまま蓋を閉めた。この証言により A の死は事故死であったことが明らかとなる。 B の死の真相については不明なままであったが、平成11年大阪高裁にて Y の無罪判決が確定した。事件発生当時22歳だった Y、 この時にはすでに48歳になっていた。ヨーテボリ集団失踪事件。スウェーデン南部の港町ヨーテボリ。1965年7月29日、この町で暮らす3人の若者が同時に失踪した。姿を消したのはゲイ・カールソン、ヨーン・オロフ・ダールシュ、シュル・オーケ・ヨハンソンの3人。3人はキャンプ旅行に出かけると言って家を出たきり、帰ることはなかった。その後の捜査で、ストックホルムの美術学生ヒュブナ・ルンドグビストも同じ日ヨーテボリで消息を絶っていたことが明らかとなる。
4人の失踪から数日後、カールソンの妹は兄が住んでいたアパートに彼を探しに行った。部屋に入るとそこには見知らぬ男がいたという。彼女が兄の行方を尋ねると、男はパブ地区にいるだろうと答えた。後に警察はこの男を探したが、その正体はわからなかった。また4人が失踪した日、ヨーテボリでは強盗事件が起こっていたが、2つの事件の関連性は不明である。半世紀以上が経った現在も4人の行方は分かっていない。プチエンジェル事件。2003年7月17日、赤坂のマンションにて監禁された数人の少女と誘拐犯と思われる男の遺体が見つかった。男は練炭自殺を図ったようであった。現場からは2000人分の顧客リストが見つかり、男が生前誘拐した少女たちを使い、児童売春デートクラブプチエンジェルを経営していたことが分かった。しかし数日後、顧客リストのほとんどが偽名であったと発表され、捜査は打ち切られた。この顧客リスト、政治家や経営者、財界人などの実名があまりにも多すぎたため、警察が摘発に動くことができなかったのではと言われている。リストの中にはとある有名な一族の名前もあったという噂もある。また監禁されていた少女たちの証言によると、自殺した男には共犯者がいたようなのだが、警察は男の単独犯であったと結論付けた。事件から2ヶ月後、この事件を追い続けていたフリージャーナリストの遺体が東京湾で発見されている。 BOAC スチュワーデス殺害事件。昭和34年3月10日、東京都杉並区の善福寺川下流で女性の水死体が発見される。遺体は英国海外航空の日本人スチュワーデス A のものと判明した。当初は自殺と考えられていたが、司法解剖の結果、他殺の疑いが高いとして捜査が開始された。数日後、被害者の交友関係からベルギー人神父 B が捜査線上に浮かび上がる。警察は極秘裏に捜査を進めていたが、4月12日放送の NHK のドキュメンタリー番組にて、横浜出入国管理事務所の壁に貼られた B の写真が偶然映り込んでしまい、これをきっかけに捜査状況がマスコミに漏れてしまう。 B は複数回の事情聴取を受けた後、病気療養を理由にベルギーに帰国した。またこの事件と前後して、英国海外航空のスチュワーデスが金や麻薬などの密輸に関わっていたことが明らかになっている。この件に絡み、 A は何かを知ってしまい殺害されたのではないかとも噂されている。豊田市女子高生殺害事件。平成20年5月2日、愛知教育大学附属高等学校に通う女子高生 A が行方不明となった。翌日の5月3日午前5時半ごろ、自宅から1キロほど離れた豊田市の農道にて彼女の遺体が発見された。この農道は地元では変質者ロードと呼ばれる犯罪多発地帯であった。遺体の首には黒いビニールテープが巻かれ、口には白いタオルが押し込まれていた。制服には激しく争ったような形跡が見られ、彼女が着ていた下着は持ち去られていたという。警察はすぐに捜査を開始するが、手がかりが乏しく、有力情報に対する300万円の報奨金を支払うと発表するも、現在に至るまで被疑者特定には至っていない。また事件前日の A の日記にはこのような記述があった。なんであんな日に限って見ちゃったのかな。ほんともういいや。違うんだよね。気のせいだよね。 A は何を見てしまい、何に怯えていたのだろうか。この日記の記述と事件との関係は分かっていない。四日市ジャスコ5人逮捕事件。平成16年2月17日、三重県四日市市のジャスコ四日市大平ショッピングセンターにて、 ATM コーナーに並んでいた68歳の男性は、近くにいた女に財布を盗まれそうになる。男性が抵抗して2人は掴み合うような状況になると、女が叫んだ。泥棒です、助けてください。近くにいた店員1名と買い物客2名は、男性の方が泥棒であると勘違いし、彼を取り押さえた。男性は偶然その場に居合わせた警察官に引き渡された後、取り押さえられた際の過度な圧力が原因となって死亡した。男性の遺族は警察官の落ち度を指摘して民事訴訟を起こし、事件から7年後の平成23年、名古屋高裁は三重県に対し、約3644万円の支払いを命じた。一方、女は男性が取り押さえられている間に現場を立ち去っており、今もその素性は分かっていない。これが三重県警が捜査のために公表した女の顔写真である。井の頭公園バラバラ殺人事件。平成6年4月23日朝、東京都三鷹市の井の頭公園にて、ゴミ箱に捨てられた人間の足首が発見される。その後、公園内からは計27個に切断された人間の体が見つかった。頭部や胴体の大部分は発見されず、遺体からは血液が一滴残らず完全に抜き取られていたという。指紋と DNA から、被害者は公園付近に住む建築士の男性と判明した。しかし、被害者の交友関係からは全く犯人像が浮かばず、15年後の平成21年、公訴時効が成立した。時効から6年後の平成27年、とある証言が上がった。当時、この地域の露天商の元締め的存在であった男性が、この事件の被害者と売り二つだったというのだ。この男性が自身の縄張りから追い出そうとしていた外国人露天商が、実は某国の工作員であり、彼は反対に命を狙われることになったという。
つまり、被害者はこの男性と間違われて、工作員に殺害された可能性があるということである。歌舞伎町雑居ビル火災。平成13年9月1日深夜、東京都新宿区歌舞伎町にある雑居ビルで火災が発生した。当時、3階の麻雀店と4階のセクシーパブが営業中で、多数の利用客と従業員が火災に巻き込まれる。3階の麻雀店の従業員3名は窓からの脱出に成功するが、それ以外の人々は逃げ遅れてしまい、3階と4階で合わせて44名の死者を出すこととなった。その後、ビル内の火災報知器や防火設備などの不備が明らかになり、平成14年10月の消防法の大幅改正につながった。警察と消防による捜査が行われた結果、火元は3階のガスメーターボックス付近であることが判明する。しかし、この近くには火元になるようなものが存在しなかったことから、放火の可能性が有力視されるようになった。火災発生時、現場を立ち去る怪しい人物がいたという目撃証言もあるが、真偽は不明である。また、窓から脱出した生存者は3名ではなく4名だった、という証言もあるが、このもう一人の人物の行方は分かっていない。岡山地底湖行方不明事件。平成20年7月5日、岡山県新見市にある姫坂かなち穴と呼ばれる鍾乳洞。この最奥地にある地底湖で、男子大学生 N が行方不明になった。彼と行動を共にしていたケービングクラブのメンバーによると、N は地底湖に飛び込んで溺れた可能性があるという。このクラブは過去にも数回この洞窟を探検しており、メンバーの一人が地底湖を泳いで奥の壁にタッチすることが恒例となっていた。N が飛び込んでから数十秒後、タッチという声が暗闇の中に響いたが、その後、いつまで経っても N は戻ってこなかった。救助隊が地底湖を捜索するも、N は見つからず、捜索は5日後に打ち切られた。この事件、N と同行していた仲間たちの行動が不自然ではないかと指摘されている。まず、N がいなくなった直後、仲間たちは誰一人現場に残ることなく全員で洞窟の入り口まで戻った。この時、ワイヤーなどの探検道具も全て撤収させていたという。また、事件後、N のミクシーアカウントに何者かがログインしており、過去の投稿が全て削除されていたという。徳島県男児行方不明事件。平成元年3月7日、徳島県貞光町で当時4歳の男児、S 君が行方不明となった。父親が20秒ほど目を離した隙に、姿が見えなくなったという。S 君は家族と共に祖母の葬式に出席するため、茨城県にある自宅から、貞光町の親戚宅に来ていた。数百人規模の体制での捜索が3ヶ月間行われたが、ついに S 君を見つけることはできなかった。親戚宅は山間部にあり、近所に他の家はなく、S 君がこの家にいたことは外部に知られていなかったことから、警察は、事件に巻き込まれたケースは考えにくいとしている。失踪から9日後の16日、親戚宅に滞在を続けていた S 君の母親のもとに、一本の電話がかかってきた。中原真理子の母親です。整形幼稚園で見舞い金を集めたのですが、どちらに送ればよいでしょうか。整形幼稚園は当時 S 君が通っていた幼稚園だった。しかし、数日後、幼稚園に確認を取ると、見舞い金を集めたという事実はなく、中原真理子という児童も存在しなかったという。悪魔の資本役者殺害事件。平成3年7月12日、茨城県筑波大学7階のエレベーターホールで、この大学に勤務する助教授、五十嵐仁氏の遺体が発見される。五十嵐氏は事件の前年、イギリスの作家、サルマン・ラシュディの小説、悪魔の歌の日本語訳を担当していた。この悪魔の歌は、イスラム教への冒涜だとして、出版直後から世界中のムスリムによる批判を浴びていたといういわくつきの小説であった。1989年には、イラン最高指導者、ホメイニ氏が、著者のラシュディ氏や関係者などに対する死刑宣告を宣言していた。事件後の捜査で、筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人学生が容疑者として浮上するも、彼は事件発覚の当日に帰国していた。イスラム諸国との関係悪化を恐れる日本政府の意向もあり、捜査はこれ以上進展せず、15年後の平成18年、公訴時効が成立した。悪魔の歌の翻訳者に対する襲撃はイタリアやノルウェーでも発生しており、2022年8月には、著者のラシュディ氏自身も24歳の男に襲われている。五色台電波塔倒壊未遂事件。平成15年5月14日午前10時半頃、香川県の朝日新聞高松支局に、差出人不明の手紙が届いた。警告、パナウェーブ研究所の報道を中止せよ。五色台三中 RNC 電波塔のナットを外した。次は倒す。通報を受けた警察が現場に急行して調べると、手紙で指定された電波塔ではなく、その南側にあった別の電波塔のボルトやナットが十数個外されていた。手紙にあった、パナウェーブ研究所とは、知の商法会という宗教団体の一部門であり、福井県に本部を置いていた。当時、全身白装束の信者らが岐阜県の林道を占拠したことで話題となり、初期のオウム真理教と重ね合わせるような報道が連日行われていた。また、香川県内では5年前、ボルトを抜き取られた送電塔が倒壊する、境で送電塔倒壊事件が起こっていた。しかし、結局パナウェーブ研究所や5年前の事件との関連ははっきりとは分からず、有力な容疑者も発見できないまま、3年後の平成18年、器物損壊罪の公訴時効を迎えた。
名古屋市妊婦切り裂き殺人事件。昭和63年3月18日、名古屋市のアパートに住む主婦 M さんが殺害された。 M さんはお腹に子供を身ごもっており、この時臨月を迎えていた。遺体は両手を背後で縛られ、首元にはこたつのコードが巻かれていた。腹部は大きく切り裂かれており、そこから取り出された赤ん坊が M さんの遺体の横で泣き声を上げていたという。腹部の中には電話機と人気キャラクターのキーホルダーが押し込まれていた。死因は首を絞められたことによる窒息死だが、首元のコードは M さんが死亡した後に巻きつけられたものとみられている。当初は M さんの夫や知人女性などが疑われたが、室内に物色された痕跡があり、M さんの財布が奪われていたことから、警察は物取りによる犯行と結論付ける。事件当日には怪しげな人物が複数人目撃されていたが、警察は容疑者を特定することができなかった。犯人によって取り出された子供は奇跡的に一命を取り留め、現在もどこかで静かに暮らしている。サッコ・バンゼッティ事件。1920年4月15日、アメリカ・マサチューセッツ州の製菓工場が5人組の強盗団に襲われ、複数名が射殺されたほか、現金1万6000ドルが強奪された。1ヶ月後の5月5日、警察はイタリア移民の製菓工、ニコラ・サッコと、魚売りのバルトロメオ・バンゼッティを逮捕。さらに1年後の1921年7月14日、2人に死刑判決が下された。裁判では2人を有罪とする物的証拠がほぼ提示されず、目撃者の証言にも不審な点が多かった。当時、世界大戦後の不景気で社会不安が広がっていたアメリカでは、その原因を移民等になすりつけるような出来事も発生しており、サッコとバンゼッティに対する裁判にも、捏造や決めつけがあったのではないかとの声が上がり始める。死刑判決に対する抗議運動は全米各地や南米、欧州にまで広がったが、1927年8月23日、サッコとバンゼッティは電気椅子で処刑された。死刑執行から50年後の1977年7月19日、マサチューセッツ州知事のマイケル・デュカキスは、2人への死刑判決は冤罪であったと正式に認めた。パラコート連続毒殺事件。昭和60年、毒性の高い農薬のパラコートを混入した清涼飲料水が、自動販売機の受け取り口等に放置されるという事件が多発した。運よく他の人の取り忘れを見つけた、と誤解し、中の飲料を口にしてしまった人々が次々に命を落としていった。事件は確認されているものだけで13件、4月30日から11月24日の間に発生し、計13名が死亡している。この事件を受け、自動販売機で販売される飲料は、開封済みかどうかが判別しやすい構造へと改良され、また、昭和61年からはパラコートの購入時に身分証明書の提示が求められるようになった。一方で、警察による捜査は難航し、結局犯人を見つけることができないまま、20年後の平成17年、すべての事件の公訴時効が成立した。それから14年後の令和元年、秋田県横手市の自動販売機に放置されていた缶ビールから、パラコートが検出される。この事件の犯人も未だ、特定されていない。ゲーランバル4兄弟殺人事件。1979年1月6日、朝6時35分、シンガポール、カラン計画地区、ゲーランバルで通学バスを運営するタンさん、リーさん夫妻は、4人の子供たちを自宅に残して仕事に出かけた。その後、10時頃に帰宅した夫妻は、浴室で、血まみれになった4人の我が子が折り重なって死亡しているのを見つけた。4人は頭部を目った刺しにされており、長男は腕が切断されかかっていたという。事件発生当時、この付近を走っていたタクシー運転手が、怪しい男を乗せた。と、警察に報告していた。男の衣服には血痕が付着しており、包丁を隠し持っているのが見えたという。警察がこの情報を夫妻に伝えると、特徴が一致する男が近所に住んでいた。男はよく電話を借りに一家の自宅を訪れており、子供たちとも面識があったという。警察はこの男を拘束したが、明確な証拠がなかったため、すぐに釈放せざるを得なかった。その後、男はいつの間にか引っ越してしまったという。警視庁独身寮爆破事件。平成2年11月1日、午後10時50分頃、東京都新宿区の警視庁独身寮清和寮にて、突如爆発が発生。爆発音を聞きつけ、寮にいた警察官や料理人が現場に集まると、2度目の爆発が起こった。1度目の爆発で宿直の巡査長が死亡、2度目の爆発では6名が重軽傷を負った。その後の捜査で、2つの爆弾は意図的に異なる時間設定がされていたことが判明。つまり、1度目の爆発で人を集め、2度目の爆発でさらに多くの被害を与えることを目的としたものであったのだ。その後、極左暴力集団の革命的労働者協会が犯行声明を発表。当時、新天皇の即位に伴う儀式が全国各地で行われており、極左勢力は全ての皇室行事を攻撃対象とする90年天皇決戦路線を打ち出していたため、今回の事件もその一環であると考えられた。警察は革労協のアジトに対する捜査を行ったが、実行犯は特定できず、平成17年11月、公訴時効が成立した。福田村事件。大正12年、香川県の薬売りの行商団15名は、日本各地をめぐって、8月頃から千葉県に入っていた。9月1日、関東大震災が発生。千葉県でも、外国人による犯罪などを取り締まる目的で自警団が組織されていった。
そして、9月6日、お昼頃、先ほどの行商団が千葉県東葛飾郡福田村の利根川沿いで休憩していたところ、突如200人ほどの自警団に取り囲まれた。行商団員の話す讃岐弁が、興奮状態の自警団員にはうまく聞き取れず、外国人ではないか、といった罵声が飛び交ったという。直後、惨劇が始まった。事件の詳細は明らかになっていないが、生き残った行商団員は、棒や飛び口で頭を殴られた、銃声が2回聞こえた、と語っている。15名の行商団員のうち、子供や妊婦を含む9名が暴行を受けて死亡、遺体は利根川に流された。残る6名の行商団員も、手足を縛られて川に投げ込まれそうになるが、現場に駆けつけた警察部長が自警団を説得したことで、かろうじて生き残ることができた。大阪西成、ジョイ、不審死事件。平成21年11月16日、大阪市西成区を流れる木津川の千本町渡船場付近で、内科医、Y さんの遺体が浮かんでいるのが発見された。2日前の11月14日に勤務先の診療所を退勤して以降、Y さんの行方は分からなくなっていた。Y さんが退勤した直後に診療所の警備システムが作動しているが、問題は発見されなかったという。その後、元交際相手を名乗る男性が、自宅に Y さんからの絵はがきが届いていたと警察に報告。これに遺書のような内容が書かれていたことから、警察は自殺と判断して捜査を打ち切ったが、不可解な点が多く残るとして、遺族は捜査継続を訴えていた。Y さんは生前、西成地区で、路上生活者等への支援を積極的に行っていたのだが、平成24年には、この活動に協力していた S さんが、自宅の火災で死亡している。西成地区には、住民の貧困を利用した利権構造があるという噂もあり、事件との関係が疑われている。マニラ、邦人男性行方不明事件。令和元年8月23日、フィリピン、マニラ近郊のビニャン市に住んでいた日本人男性、王さんが、勤務先の物流会社を出た後から消息がわからなくなった。王さんは、平成11年に青年海外協力隊に参加して以降、ボランティア活動に従事し続け、平成23年から平成28年まで、技能ボランティア海外派遣協会のフィリピン代表事務局長を務める。その後も、日非友好に尽力していたという。4日後の8月27日、王さんが出社しないのを不審に思った上司が自宅に確認に向かうが、所在は分からず、警察に捜索願いが提出された。23日の退勤以降、王さんが自宅に帰った形跡はなかったという。その後、高速道路の防犯カメラで、北の方に進んでいく王さんの車が確認されるが、車両自体も見つかっていない。現地警察は王さんが事件に巻き込まれた可能性があるとして捜査を続けているが、身代金の要求などもなく、現在も行方は分かっていない。オランダ人船長殺害事件。江戸時代末期の安政5年、幕府はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5カ国との間で修好通商条約を結んだ。この条約によって開港された横浜では、欧米諸国の領事館が建てられるなど、外国人の往来が急増した。翌年の安政7年2月5日、横浜本町通りにて、オランダ人船長の W. デ・フォスト商人の J. N. デッケルが切りつけられ、殺害された。オランダは江戸幕府に犯人の検挙と処刑を要求するも、結局犯人が見つかることはなかったという。幕府はオランダに1700両の賠償金を支払うこととなり、これは日本が外国に対して初めて支払った賠償金である。殺害現場付近では、前年にもロシア人の海兵が殺害されており、開国に反対する攘夷派の犯行が疑われている。殺害された2人の遺体は横浜の外国人墓地に埋葬されている。